ケース別ファーストエド会も、うん、早いもので5回目です。今回は5回目が2回目やけどね、これ What? いや、What? 撮り直しやん、これ撮り直しですね。前回ほんまもう初めてやわ、もう師匠の言うてることが、はい、4次元すぎて編集不可ってそれだけ僕も熱い思いを持って、今回はいけんねんな。今回は大丈夫です、うん、でも、まあ、前回の失敗っていうのは、うん、やっぱちょっとはしょりすぎた。いや、あの元々の台本がめっちゃ長かったんですよ、うん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 、で、これも削れる、これも削れる、これも削れるって言って必要なミーまで削ったみたいな、うん、結果わけ分かれへんくなった。そうそうそう、うん、僕はごめんなさい、やっぱ分かってるから、うんうん、いけるやろみたいな、やっちゃいがちやったのの慣れの果てです、うん、はい。ケース別ファーストエイド会5回目、今回は高山病会、はい。アウトドアを愛する皆様が、より良い野外活動を楽しめるように切に願い、うん、いつもより温度高めでお話をさせていただきます、うん、むしろ落ち着いてくれもまず結論から申し上げます、はい。高山病を予防したり緩和させたりするのに直接的に一番効果があるのは、うん、呼吸数を増やしてその呼吸数を維持することです、うん、そして、うん、その早い呼吸数を維持するためには日々のトレーニングが必要です。はい、はい、早い呼吸って具体的にどんなんですか？犬みたいなんですか？富士山登山会見てもらったら僕がやってますわ、ずっと、うん、カメラの向こう側 で、うん、でもうずっとってずっとやってますわ。なほな、犬みたいに速いんじゃないってこと？犬はちょっと速すぎます、うん、でもまあそれぐらいの呼吸をすることもありますよ、うんみたいな、うんうん、はい。深呼吸ってこと？深呼吸ではないの？いや、深呼吸で速くって感じです。ああ、なるほど、はい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 、でこれを維持することが普通はできない。できないですよね、クラクラしますよね、はい、そう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 、うんうん、で本題に入っていきますね、はい。これは疲労困憊編でも少し触れた部分にはなるんですけども、早い呼吸をずっとし続けていると通常であれば数十秒経過するだけでクラクラしてきたり手がしびれたりしてですね、うん、早い呼吸を維持することは困難になります、はい。しかしですね、毎日ずっと頑張って多少クラクラしながら早い呼吸をし続けていると体がその環境に慣れてきます。慣れてくると早い呼吸しててもクラクラしなくなってくるよ、クラクラしなくなるようになってきます、うん、で僕はだいたい2週間くらいでその状態になります。早い呼吸2週間その早い呼吸してクラクラなってるのに耐え続けたら、そうだんだんそれが体が受け入れてくるというか、受け入れてくるんですよ。あってずっと、うんうん、ずっとやり続けるんですよ。2週間変質者でいれば、そう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 、うんうん、仕事中もずっとってやり続けてます、うん、でほんまに、ほんますほんます、一回やってみてください、マジで。ちょほんまに仕事中もやってんの？ほんまに仕事中もやってます。君の部下大変やなやめて入れてるからうちの上司変態やっていやでもいやでも気づいてないと思いますよ。ああそうなんかな。だってそんな横でとかやったりしたら絶対やばいっすよ。でもみんなあれなんちゃん、あそろそろ山行くんかな思ってんのちゃん。いやでもあ思ってるかもしれないですね。変なスイッチ入ってるわ。やめてくださいよ。もうやめてくださいよ。僕そっちゃのキャラだけはちょっとマジ NG なんで。ああそうか。はい。で事前に早い呼吸をしてもらってですね、それに耐えられる内臓を作っておいてもらって、うん、登山中に早い呼吸をしまくれば血中の酸素濃度が増えることにより高山病予防になるというのが今回お伝えしたい内容になります、うんうんうん、内臓、高山病対策で内臓を作れって話です、うんうん。でメカニズムと詳しい内容についてお話していきますが、うん、具体的に体の中で何が起きてるねんっていう部分についてはまた今度お話します、うんうん、もうそこはごそっと置いときます、はい、はい。でそもそも高山病って何なのかっていうところについてなんですけれども僕の見解を述べていきたいと思います、うん、はい。大気中の酸素低下に伴う障害のことですよね、高山病って言ったら。まあそうですよね、はい、酸素足りひんくてハーハーすることですよね。
そうそうそう。でその結果いろんな不調が体に出ると。そうそう、うんうん、酸素濃度が下がることによって起きる、うんうん、1500m を超えたら程度の違いはありますけれども、みんなどっかおかしくなります。はい。で、なので今回、まあ、なのでですね、病気というより状態と言えます、高山病って、うんうんうん、で、従いまして今回のファーストエイド会のお話っていうのは、富士山や日本アルプスなど3000m を超えるような山に限った話ではないということを合わせてお伝えさせていただきます。うん、1500m、まあ、ひどい人だったら 1000m とかでも出るんじゃないですか。僕は 500m でも高山病になったことがあります。ああ、言ってたな。はい、うん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 、おいおい、マジかってなりましたけど。うんうんうん、深酒したんですよ。あれはちょっとやっぱダメージがあったの。お酒と睡眠不足と、はい、あれは何言われてるっけ、なりやすいなんて。でも睡眠不足よう聞くよな。お酒も聞くよな。はい、ちょっとあれ、うーん、まあ、明確に、答えることは難しいですけど、脳神経学的な問題なんでしょうね。で、この高度障害に関する対処法について語っている YouTube の動画っていうのを事前に調査してみたんです、僕なりに。うん、で、まあまあ、ほとんどの方がですね、下山してくださいとおっしゃられていました。高山病の方、まあまあ、はいはいはい。で、その判断は当然正しいですし、うんうん、僕も選択することがあります。なぜなら、原因除去に成功して高山病が治るからです。うんうんうん、ただですよ。うん、そりゃ下山できたらいいですよ、うんうん、もう夜で山小屋にとか天場とかにとどまらないといけないこともありますし、行動時間が長すぎて下山する方が危ない場合っていうのもあります。なので、まあ行動障害になってしまった時についての対処方法と、うん、はい、まあ、登山の2週間前から当日にできることについてお話ししていこうと思います。はい。ちなみに2週間前から前日までの対応策っていうのが今回の高山病会で僕が一番言いたいことです。じゃあもうそれはファーストエイドじゃないよね。事前準備の話だよね。事前準備なんで、うんうん、ちょっとちゃいずれ、そうですね。はい、すいません。現場でぶっつけてどないかするというよりは、その事前準備で高山病に強い体を作りましょうねっていう話ってことやんな。が、含有率 80%。ああ、なるほど。はい。で、高度障害の主症状については頭痛、吐き気、だるさや不快感などですけど、うんうん、頭痛とか吐き気は以前の頭痛回とか疲労困憊回を参照していただくとして、うんうん、今回は原因である低酸素にフォーカスを当ててお伝えしようと思います。うん、僭越ながら高度障害で苦しむドルフ氏は富士山回見ていただければ、あれもう持ってますね。僕もきつかった、あれ。師匠がほんまにやばかったなんて夜でしょ、山小屋の中でしょ。僕登ってる最中も潰されてからはずっとえずいてましたし、はい、頭痛もずっとあったし、はい、あれはほんまになってみな分かれへんけどきついよほんまに。きつい。で、登山の2週間前から、はい、当日までにできることについてですけれども、うん、これはもう冒頭でお伝えさせていただいた通り、まず早い呼吸に耐えられる内臓を作っておいていただく、うんうん、頑張ってどないかしますわ、うんうん、まあ、ちょっと喋りたくなっちゃうけど、はい、登山前日ですが、もしも前日から泊まりがけで山高に向かわれる場合におかれましては、できるだけしっかりと眠っていただきたい、うんうん、で一番良いのはやっぱネットカフェを利用して足を伸ばしゆっくり眠ることやと僕は思います。そうやね、あれはほんまに違うよね、はい、あれちゃいますね。登山口で車の中でちょっと仮眠っていうのと、はい、登山口近くのネットカフェでフラットシートで寝るっていうのってほんと全然体が違うんで。違いますね。まっすぐするのがいいんでしょうね、ちゃんと。でしょうね、はい、はい、でもう睡眠を取らない弾丸登山などを持ってのほか、うんうんうん、計画のない登山は登山ではありません、ただの危険行為です、うん、もう無茶な登山する人は一回大城先生にですね、スタティックロープでお尻パチンってされたらいいんですよ。誰？パチンって。大城先生知らないですか？国際山岳医のすげえ有名な先生がいるんですよ、循環器内科医の。はい、あれですよ、イッテ Q の、マナスルとかでもチームドクターやってたと思うんですよ。三浦雄一郎さんの、まあ、もうやってます、やってます、 UIA の国際
山岳医のライセンス持ってる唯一じゃないですか、うん、確か。はい、その先生は何だ、無知で人しばくのが好きな人な。いや、それは知らないです。ただ、うん、クライミングやってはるからスタティックロープは持ってるはずです。ダイナミックロープを持ってるはずです。ほうほうほう。まあまあ、それはあんたの願望。いや違います。あ、違う、はい。え、なんなんその急に出てきたそれは。いや、すいません、痛い目見ろってこと。いや、一回しばかれたらええんですよ、マジで。失礼。こんな、そんな掘るとこじゃない、そこ、ここだって、はい、突然出てきたしさ。はい、いや、すいません、うん、何のこっちゃ分かれへんで。パチン行かれたらええんすよ、とにかく。はい、痛い目見ろっていうことですね。はい、はい、いや、ほんまでもあかんすよ、弾丸登山って。うん、で、それはほんまにめっちゃもう体を鍛えてて、何回もそういう、それこそウルトラトレイルとかやりますよとか、ビバーク訓練もやってますよみたいな、もうトランスジャパンアルプスレースに出ますねん私みたいな人とかってやったら、もう、うん、すごいですねでしかないですけど、何も経験ない人が、なんか格闘経験ないですけど僕もそんな桜兄弟とか一発でいけますよみたいな言ってるようなやつらと一緒に見えるんですよ僕。あ、で実際って顎パカーンいかれて、あ、うわー絶対なんかダメージあるわあれみたいな、向こう3ヶ月くらいずっと気分悪いことになるわみたいな、そういう人っているじゃないですか。なんか知らんけど自信ある人って、まあ、そういう風に僕には見えるんで、しばかれたらええねんと思って。すいません。はい。で、登山当日についてなんですけれども、うん、行動開始した地点の標高が2000メートルを超える場合などがそうなんですけど、出発直後に1時間から2時間ぐらいその場に留まって体を慣らすことを推奨される場合っていうのがあるんですけど、あるよね、富士山とかでも5合目着いたらいきなり登らんとちょっとその場所で、はい、うんうん、で僕はそれ否定的です。で、うん、体を慣らすという行為自体を、うん、でその滞在目的が混雑を避けるためでしたらいいんですけど、うん、もしも行動順応が理由でしたら、うん、その2時間を標高の高いところで過ごすために取っておいてもらった方がいいのかなって僕は思います。だ要は、うん、1、2時間その場で 2000m 超える地点でじっとしてても、うん、あんま意味ないんちゃうかって思うんですよ。ああ、1、2時間でその高度に体が慣れるのかって言ったらそんなことねえだろってこと。そうっす、変わらんのちゃうかって。はあ、ま、もっと言うと、2500m のところに降りて 1、2時間過ごすより、うんうん、にそこから上がってって 2500m の付近に おると思うんですよ多分、うんうん、1時2時間やったら、うんうん、変わらんくないって思うわけですよ。あー、なるほどな、はい、まあ、プラス 500m とかで、うんうん、そんな変わるのかいっていう、うんうんうん、なるほど、はい、で、まあ、それはですね、宿泊する場所よりも 100m ぐらい高い標高でしばらくその取っておいた時間数時間分を過ごしてもらって、うん、標高を下げてから宿泊することが経験的に高山病を起こしにくいって言われてるからなんですよ。うんうんうん、高所登山って基本ですよね。いや基本です基本です基本です、寝るときは標高下げようっていうのね。そうそうそう、うんうん、で僕は富士山1回目登った時って9.5 尺の小屋で寝たんですよ、うんうんうん、でその時って高山病ってほとんど出なかったんですよ、うん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 、でもあれって標高だけで言ったらほとんど変わらんのですよね、 9.5 尺と山頂って。そうやね、あれやっぱ僕上でしばらく過ごして降りたからやと思ってます。うーん、まあでですね、山小屋やテント場などで夜間を過ごしていただくために安全な場所をですね、うん、まあ、夜間を過ごすとか、まあ、安全な場所に到着してまったりしていたところ行動障害をきたしてしまった時の対処法はもう努力呼吸をし続けていただく、うんうんうん、で心臓の前負荷を減らすために体を起こして座った状態でできるだけ長く眠らずに起き続けること。おー、富士山の山頂避難小屋で、はい、俺おって師匠おってその前におった米兵の、ああ軍人さんですか、うん、テリーマンずっと僕らの間でテリーマンですね。テリーマン。ずーっとそうしてはったね。はい。体を起こし。
ってずっとやってはったね、はい、死にそうな顔でテリーほんまにテリーマンでしたね。でもあれやんな、はい、多分高度障害でパニックを起こして暴れてた女性を取り押さえに行ったのは師匠とテリーマンと2人やったもんな。あーまあそうですね、あの2人は早かったね、バーイって押さえて、まあ押さえるも何もまあできることは限られてますけどね。あれって何なんやったろう、目覚ました瞬間に息できひんとかでパニックならはったんかな、はい、いやーほんまにパニックなってたもんな、はい、あの人なってましたね。でも俺は自分がしんどすぎて、はい、意識は あの人なんかパニックなってるわで次動けられへんかったわ。ああ、うん、そうですね、うん、テリーマンと師匠はブワー言っていった、そう言ってるわって、師匠テリーマンと英語で喋ってるって思った。まあまあまあ、まあからうん、でも言ったことってあれですよ、体を起こせって、あで呼吸をちゃんとせえ言って、でもテリーマンはあれ最大出力のライトを顔にバーンって出てましたけどね。おおおおと思いましたけど。そうそう、英語で大丈夫か言うて、顔面こうやってかーって。え、そんなに眼球の動き見るとかそういうの。いや違うと思います、あれは多分日本人やったらこうやってライトこうなんかちょっと顔に待っていったらちょっとあれやろって言ってこう。ああ山小屋の用のあの赤いライト使うとかじゃなくて。こうわびさびを持ってこう行くところをバンっていったからおおと思って、おおと思って、それはあの日本人にはない感覚やぞ思って。シュアファイヤーの正しい使い方がこれじゃないですね。なるほどね。ああありましたね。まあまあそうですね。いやでもああいう時にバッて動けるのはやっぱすごいな思ったわ、あれ訓練されてる人なんやなって思ったわ、うん、あの早かったっすね、うん、あなたも早かったけどな。まあそりゃまあどうしたんだいって、その直前まで自分もへばってたくせに動いていったもんな。まあ言うてね、ほらそのために、まあ、でもあれって別にあれっすよ、どうしたんやろうと思って話を聞きに行った感じですよ。あどうしたんやろうと思って、うん、大丈夫ですかって言いに行っただけなんで、まあで、眠らずに体を起こした状態でしっかり努力呼吸をしていただく、はい、電解質と水分を適切に摂取していただくこと、はい、いいですか、水分は適切にですよ、うんうん、で脱水症ってやっぱやばいんで、あれ、うん、一番現場で解決できる代謝性の疾患ですから、まあ、換気量が増えて口からどん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 水って出ていくんですよ、うんうんうん、ああいう高いところ行ったら、でしっかりケアしないといけないのは事実なんですよ、脱水って、うんうん、だけど飲水がクローズアップされすぎて、うん、水を飲めば治ると言ってガバ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 飲んで水を、うん、で換気量を増やさずにですね、過ごされる方いらっしゃるんですけど、うん、で高度障害はそれ良くならないですよ、やっぱり換気量増やしていかんと、うん、換気量って要はハーハーしろってことだね。そうそうそう、ちゃんとハー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 呼吸してもらって、ガバガバ水飲んで、うん、やっても心臓の負担が大きくなって逆にマイナスになることにもご留意いただきたい。で電解質と水を適切に摂取することっていうのは目的は もちろん血をサラサラに保って心臓の負荷を減らすことにもなるんですよ、ちゃんと、うんうんうん、だけど電解質と水分を適切に摂取することの目的っていうのは血をサラサラに保って心臓の負荷を減らして、うん、恐ろしい深部静脈血栓症を防ぐことと、あと体に不要な老廃物とかそういうイオンとかをちゃんと電解質とかを調整することにあります、うん、で適切に水分を摂取できてるかどうかっていうのは頭痛回でも言いましたけど3時間に1回くらい4秒から5秒ぐらいですかね、うん、ちゃんとした尿がちゃんと保たれてるか、うんうん、で、まあ、出えへんかったら頭痛回に準じて対応していただけたらいいのかなって思います。で、症状が重ければ、うん、急診の内服を考慮してみてください。休止もらいましたもんね、私も。僕も飲みましたし、ね、うんうん、で目的は血の流れを良くすることで、まあ求人のホームページによれば、うん、登山の数日前から飲み始めて下山まで飲み続けていただくことがおすすめだそうです。うーん、でいずれの場合でもぶっつけ本番に飲まずに事前に自宅で試していただきたい。それほんまあなたな、自分に言わなあかんで。生かされないから教訓なんですよ。ああそうか、あれは失敗した、あれ畑ほんまに失敗した。
うん、これちょっとおかしなってるから薬飲もう、あーこれもおかしなってるから薬飲もう、あー薬飲もう、あー薬飲もうつって、うん、ダメなやつ。あ、ほんまにあれはね、あ2人やったからええけど、あれいやー失敗した。あれ結構奥の方で1人であの症状になったら結構ほんまに危ないからね。危ない、気をつけてください。すいませんでした、はい、でもほんまありがとうございました、助けて。いやいや、もうちゃうねん家で試してから飲めよ、マジで。いや、それはあんたに俺言われたけどな。いや、家で試して飲んだ時は別になんてことはなかった。あ、そうなんや。飲み合わせがすごく悪かったんです。あ、なるほどね。まあ、以上が行動障害の対処方法の話になります。まあ、ファーストエイドとしてはそのやっぱあれか、ファーストエイドキットの中に球芯を入れときましょうっていうことになるのか。なります。で、あとはちゃんとあの水を適切に摂取していただくこと、はい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 、呼吸数をしっかり増やしていただくこと、体を水とあれやね、塩飴とかも一緒にってこと、ミネラルもしっかりとっていただいて、で体を起こしてしっかり努力呼吸をしていただく、うん、なるほど。で結構良くなると思いますよ、うん、で、あれでも、はい、俺ら一晩経って夜より朝の方が良くなってたかって言われるとちょっと疑問やけどな。あれ、あれ、いや、はい、なんとか耐え切ったではあるけど、はい、もうだって目の前で太陽出る言うてんのに一刻も早く降りたかったもんな。降りたかったいやでもあれでも僕らでもマシやったと思いますよ。ああ、まあでも、はい、あの山小屋の空気はすごかったよね、はい、いや、お前みたいな感じになってたもんね。あれでしたね、みんなうなされてましたね。えらいことになってたもんね。はい、あれでもみんなそうなります。まあ、あそこは言うて日本で一番高い宿泊施設だから、はい、はい、なかなかあれは経験できることじゃないもんね。いや、乱方がいいと思いますよ、あれ、うん、で、登山計画を含む準備段階からできることがあります、うんうん、で、ぜひともですね、地図や登山計画を立てたときにはハーハーと荒い呼吸をしながら過ごしていただくことが望ましいと言えます。うんうんうん、高山病対策の肝となる部分は登山計画、うん、楽しい登山を過ごしていただきたいと切に願い示させていただきます。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございました。どうですかね。で、ドゥタ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 ドルフのブートキャンプ入れて、はい、この後に軽くだけ喋ろうか。じゃあドルフのブートキャンプ、こっから先は、はい、もう興味ある人だけ見てください、はい、その速い呼吸をし続けることによって体をどういう風にしたいのか。おお、うん、だその速い話、はい、普段速い呼吸をそんだけし続けたらクラクラしますよね、深呼吸やる、うん、クラクラしますね。あれって体がどうなってるんですか。アルカローシスって言って、うん、体の中が、うんうん、アルカリ性に傾いてるんですけど、はいはい、だそのアルカリ性に傾いた体を元の状態に戻す能力を高めようっていうのが、はい、そう、腎臓が頑張ってくれるんですよ。うん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 、だそれをそのぶっつけ本番でやったら体が元に戻そうっていう働きが言うたら慣れてない状態、体が目覚めてない状態やから、それを普段からやって体をその状態に元に戻す能力を普段上げておこうと。そうそう、そうそう、人間の体の中って弱アルカリ性なんですよ、うんうん、体の中って、はいはい、でどっちかあかん方行ったら何とかして戻そうとするんですよ、はいはいはい、で戻す方法っていうのはいくつか方法が持ってるんですよ、うんうんうん、でそれで、ずっと普段から速い呼吸をし続けることによって速い呼吸したらアルカリ性に傾くんですよ、うんうん、でもそれが体って嫌なんですよ、はいはいはい、嫌なんで戻すためにどうするかって言ったら、うん、まあ、アルカリを出すってことをするんですよ、うんうん、でも今ここ平地っすよ、うんうん、平地でもそういう速い呼吸をし続けて体を、アルカリになってしまっているのを戻す力っていうのを作っておいた状態で、うんうん、まあ、仮にその状態ピュッてやめるとするじゃないですか。ん？アルカリになってしまったのを弱アルカリに戻すんだよね。そうそうそう。でそういう体に、ま、できたとするじゃないですか、うんうんうん、で普通の呼吸をしたとしますよね、うんうんうん、そしたら体って酸性に傾くんですよ。はい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 。うん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 、でそしたら
体は酸性に傾くので、うん、アルカリに戻そうとするわけですよ。はい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 。でアルカリに戻すっていう行為そのものは、うんうん、どういう反応が起きるかって言ったら呼吸数が増えるんですよ。はい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 。なんでかって言ったら口からも酸って吐けるから。はいはいはい、はい、で尿も酸もアルカリも出したり入れたり、うんうんうん、残したりいろいろできるんですよ、うんうん、呼吸もできるんですよ、うんうんうん、いけそうですか、ね、うんうん。だからその、はい、体が勝手にその早い呼吸をして、酸素を出して元に戻そうとする能力が結果的に酸素の取り込み量も増やすってことやね。pH には酸素関係ないんですよ。で、そうですね。で、何もしない状態でも何もしなかったら酸性にちょっと傾くようにみたいな体になってる、うんうんうん、あるいは早い呼吸をした時にアルカリに傾いても腎臓がどないかしてくれるというような体になっていたら、まあその一次変化と二次変化みたいなのがあるんですよ、うんうんうん、第二段階だみたいなのがあるんですけど、まあいろいろやりようですけど、でその状態になってたら早い呼吸をしてても大丈夫っていう、うんうん、pH が狂わずに保てるよっていう。で結構そのネパールとかのほらポーターとかやってはるシェルパさんとかってめちゃめちゃ水飲むんですよ、うんうん、へー、もう尋常じゃないぐらい水飲むんですけど、それが高山病に対する強さなんちゃうかっていうのはよく聞きますよね。であれおそらくその腎臓のその pH おかしくなった時に戻す力を人はみんな腎臓でどないかしますから、うんうん、多分尿量を稼ぐことによって早い呼吸しても pH は狂わないようにしてるでしょ、ね、重炭酸イオンだけをいっぱい出すために。じゃあ人たちはその生まれ持ったあれで高所に強いっていうのももちろんあるやろうけど、それプラス高所にその耐えれる状態を意図的に自分らでコントロールして、内臓が強いんですよ。あはい。でまあすごい長い時間ああいうところにいてはるから、うん、遺伝子レベルでそういうことやってるんやと思うんですよ、うん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 、日本人が大豆体で摂取するのが得意みたいなもんね。あとは油ですよね。日本人は油の再利用がすごい得意ですよね。 あと日本人カフェイン強いらしいね。カフェイン強いですよ。強いですよだから欧米の人たちって、はい、レッドブルの大量のカフェインでほんまに決まるんやってね。そうそう、ほんまにだから翼こそ入るもんな、あの人ら。なんか大丈夫かなpH の話って今のでも分かります？もう逆にそれ以上掘ったらもうまた前回の俺と嫁の地獄の日々が始まるからもうやめとこう。あ、じゃあもうこれでフェニッシュって感じでいいですかね。分かれへんことあったらコメント欄で聞いていただいたら師匠が個別に詳しくコメントしてくれると思うんで。はい、すいませんね。でもなんかコメント欄もいやそれはつばーって書いて分かるかい言うて。じゃあはい、コメント欄やったら、はい、自分で添削できるやろ。アルカリと酸性の言い間違いとかおかしいとかって。あん時ってその言い間違いが多かったから俺らもう申し訳はてなはてなはてなになったわけやんか。申し訳ん。うん、まあそんな感じでいいんじゃないでしょうか。はいはい。まあこれフリートークみたいになってますもんね今ね。うん、富士山に多分今年チャレンジする人って多いと思うんですよ、うんうんうん、私も、はい、あの時その早い呼吸を普段からやってくださいよって言われててやってたつもりやったけど、やっぱ高度障害なめとったね、その前のあの基礎駒俺全く高度障害出えへんかったから。全く出てなかったですね、うん、俺高度に強いんやって勝手に思ってたからね。結構登れる登山家の人とか、うん、あのフォーティーンサメッターのなんてサメッターあたすあたすわ、あれは東北だいやこれ栃木の訛りだはい、高所登山に行くよって決まったら、うんうん、もう何もしてなくても順応が始まるんです、うん、あらしいね。スイッチ体の中で勝手に入って、はい、その高所に耐えれる体を作るモードに変わるんやってね、あの人たち。あれはほんまに変わってるんやと思います。で平地で順応が始まるのはやっぱその内臓が変わるんやと思います。でやっぱりでもあれですよ、そのまた低酸素に行くんやってなったら呼吸数も多分増えると思うんですよ、心的にも。でそういう、はい、
あのしんどいのがまた来るんや思って体がなんとかせなってなんねやろな。そうそうそう、あのなんか爪が白い線とか入ったりとかするの見るとほんまにやばいなっていつも思います。あの 8000m 級の山行ったりとかすると、まあまあそういう風にやっぱあの日本アルプスもそうですけど 3000m 級に行く前から、うんうん、高山病に強い人ってやっぱ体が作っていいなと思いますよ。またしんどいからなー言うてハハハハしてるんやと思いますわ。なるほどね。いい思い出にしてもらいたいと思いますので、富士登山っていうのもね、無理せず、安全のためなら死ねるの精神でぜひ登っていただきたいと僕は思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。